イダフレイダイアグラムの例イダフレイは、情報システム、事業プロセス、あるいは、ソフトウェア工学の分析、開発、リエンジニアリング及び統合のためのモデリング言語を提供する、製造機能を記述するための機能モデリング手法である。イダフレイは、ソフトウェア工学分野でのモデリング言語であるイダフ、ファミリー手法の一部であり、機能モデリング言語、ソットに基づき構築されている。 イダフレイ機能モデリング手法は、組織またはシステムの意思決定、行動、あるいはアクティビティをモデル化するよう設計された。それは、ダグラス・ティーロスとソーフテック・インクによって開発された、確立した図式モデリング言語、ソットから派生した。そのオリジナル形式で、イダフレイは図式モデリング言語の定義と、 モデル開発のための包括的手法論の解説の両方を含んだ。米空軍はシステムの機能的観点を分析し、イダフレイは単純化された図式手段を通して分析者と顧客間のシステム分析を組織化し、効率的コミュニケーションを促進することで補助すべきであることをそっと開発者に委託した。フローチャートは 製品プロダクトの機能的流れを示すため使われる。ところで、イダフレイは、ライフサイクルプロセスのデータフロー、システムコントロール、および機能的フローを示すため使われる。イダフレイは、事業、製造、あるいは事業体運営のその他のタイプの広く多様な姿を、あらゆる詳細さのレベルまで、図的に表現する能力を持っている。それは、厳密で正確な記述を提供し、 そして用途や解釈の整合性を促進する。それは政府や民間産業による長年の活用を経てよくテストされ証明されている。それは各種のコンピュータグラフィックツールで生成される。いくつかの商用製品がイダフレーダイアグラムとモデルの開発と分析を特別に支援する。関連する技術である情報モデリングのための統合定義は データ思考システムのためのイダフレイを補足するため使われる。イダフレイ標準、連邦情報処理標準公開183とイダフ1 x 標準はアメリカ国立標準技術研究所によって維持されている。1970年代に米空軍のアイカムプログラムはコンピュータシステムの体系的な応用を通して製造生産性を増大させることを求めた。アイカムプログラムは 製造生産性の向上に関わる人々のためのより良い分析とコミュニケーション技術の必要性を認識した。結果として1981年にアイカムプログラムは以下を含むイダフ技術として知られる一連の技術を開発した米空軍の統合情報システム支援プログラムは1983年にイダフ一情報モデリング技術を意味論的データモデリング技術として 1990 x の形式に拡張した1年代までにイ d a f r e と EDAF-1X 技術は事業体とアプリケーションドメインの広い範囲のモデリング努力を支援して政府、産業界及び商業セクターで幅広く使われた。1991年に NIST は国防省の企業情報管理オフィスからモデリング技術の一つ以上の 連邦情報処理標準化の支援を受けた。選ばれた技術は、機能モデリングのイダフレーと、情報モデリングのイダフ1 x であった。これらのフィップスドキュメントは、1980年代初期に、米空軍より発行されたイダフマニュアルに基づいている。トップレベルのコンテキストダイアグラムイダフレは、幅広い多様な自動化及び、非自動化システムのモデル化に使われるかもしれない。 新規システムのためそれは要求リクワイアメンツを定義し、機能を特定し、その後その要求に合致し、機能を実行する実装を設計するため使われるかもしれない。既存のシステムのためイダフレイは、そのシステム実行の機能を分析し、それらによって行われた機構を記録することに使われる。システムにイダフレイを適用した結果は、階層化された一連のダイアグラムで構成するモデルで、 あり、それぞれお互いへのクロス参照の用語集である。二つの主なモデリング構成要素は、機能とそれらの機能の相互関係であるデータやオブジェクトである。イダフレーのボックスフォーマットこの左側に表示されるイダフレーモデルはシンプルな構文シンタックスに基づいている。各アクティビティはボックス内に置かれる同色ベースのラベルによって記述される。 入力はアクティビティボックスの左側に入る矢印として示される一方、出力はボックスの右側に存在する矢印として示される。制約はボックスの上部に入る矢印として示され、そして機構はボックスの下部から入る矢印として表示される。入力、制約、出力、および機構は全て概念として参照される。イダフレイダイアグラムの例イダフレイは、 階層的な一連のダイアグラム、テキスト、及び他との相互のクロス参照の用語集から構成される。二つの主な構成要素は図3で示されるように、ボックスに接する場所はインターフェースの特定な役割を伝える。制約はボックスの上部に入る。その運用で行動するデータやオブジェクトである。入力は左からボックスに入る。その運用の出力は ボックスの右側側面から出る。機能の実行の支援手段を提供する機構の矢印はボックスの下部結合される。イダフレーのプロセスは分割されるべき最上位の機能の識別で始められる。この機能は特定なイダフレー分析のスコープを定義する最上位分脈ダイアグラム上で識別される。情報システム管理プロセスの最上位分脈ダイアグラムの例が 図3に示される。このダイアグラムから、解ダイアグラムが生成される。派生されたダイアグラム例は、イダフレー用語で、子供と呼ばれ、ライフサイクル機能のため、図4で示される。1993年12月ニストは、ソフトウェア標準の分類、モデリング技術で機能モデリングのための統合過程域の、標準を発表した。この公開は、 連邦情報処理標準として、イダ・フレイの採択を発表した。この標準は、1981年からの、米空軍のライトエリノーティコル・ラボラトリーズの、アイカムに基づいた。システムズ・エンジニアリング・ファンダメンタルズ・ディフェンス・アクイジション・ユニバーシティ・プレス、2001。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ国立標準技術研究所が作成したの、 次のウェブサイト http://www.nist.gov 本文を含むありがとうございます。